足痩せ、お腹痩せ、全身ダイエットをする上で股関節の柔軟性が必要ということは皆さんご存知かもしれませんが、股関節の中で一番大切なのはお尻です。お尻のストレッチだけで股関節の柔軟性どれだけ変化が出るか、ビフォーアフターで体感してみましょう。最後に最新のお尻ストレッチの種目入ってますので、ぜひ最後まで一緒に頑張りましょう。皆さんこんにちは、ズボラのトレーナー深井です。スマホは床に置いて、床に座って開脚できるとこまでしてみましょう。無理ない範囲で大丈夫です。開けるとこまで開きましょう。内もも伸びる感覚ありますか？できるだけ体前に倒しましょう。呼吸は止めないようにしましょう。今ね、どれぐらい開くか覚えておきましょう。ビフォーアフターで変化出ますので楽しみにしててください。開脚の理想は120度以上開いて、おでこが床につくことです。僕はね、90度ぐらいしか開かないです。あのね、ちゃんとやれば変化出ますので、一緒に最後まで頑張りましょう。 OK。 そしたら次、長座します。足を伸ばして座りましょう。このままゆっくり前に倒れていきましょう。これも股関節の柔軟性チェックです。指先がつま先触れるのが最低ライン。触れないとね、やばいです。だから僕は結構やばい。理想はね、この手首ぐらいまでつま先触れると良いと思います。これもね、お尻のストレッチだけで変化出ますので、ぜひ楽しみにしててください。呼吸だけ止めないようにして、こうやって反動つけながらで OK です。呼吸止めないようにしましょう。頑張れ。よし、 OK。 そしたらお尻のストレッチやっていきます。右足を左こっちに持っていきます。で、この足をお腹にぐーっとつけます。右のお尻伸びてくれば OK です。なるべくピンと胸をね、張っておくと右のお尻よく伸びてくると思います。もしきつくてこの体勢できないよって方は、右足がこんな感じ、これでも OK です。目的は右のお尻伸ばすこと。お尻伸びてればそれで OK です。余裕がある人はなるべくこの右足をお腹に近づける、こんな感じです。で、しっかり足お腹に近づけて姿勢正すと、より右のお尻伸びてきます。呼吸は止めないようにしましょう。 OK。 逆足いきます。左足を右こっちに持ってきます。で、この足をお腹にぐーっとつけます。左のお尻伸びてくると思います。なるべく姿勢は正しておきましょう。でね、やってみて僕とちょっと体勢が違うなって感じても、左のお尻伸びてればそれで全然問題ないです。呼吸は止めないようにして、きつい人はね、足がこの辺でこんな感じでも OK。 お尻が伸びてればいいです。余裕がある人はしっかり足お腹に近づけてピンと胸を張ると伸びてきます。呼吸はね、止めないようにしましょう。よし、 OK。 そしたら次は、右足をこんな感じ前に出します。そのまま体を正面に倒していきます。右のお尻のストレッチです。お尻伸びますか？よくから見るとこんな感じですね。右足を前に出して前に倒れる。で、いまいち伸びない人は体をね、真正面に倒したり、左に向かって倒したり、右に向かって倒したりして、こうしたら伸びるかなっていうのをね、自分で探してみましょう。で、それでも伸びない方、この足をもう少し前に出してみたり、ちょっと手前に引いてみたりしてね、あー、ここがお尻伸びるなーって角度を探してみましょう。 OK。 逆足いきます。左足を前に出します。そのまま体正面に倒していきます。ふー、左のお尻伸びてれば OK です。呼吸はね、止めないようにしましょう。伸びない方は右斜め前に体を倒したり、左斜め前に倒したり、足の角度を変えたり、伸びる位置ね、自分で探してみましょう。でね、これお尻柔らかくなるとすごいいいことが、腰痛すごい楽になります。もう腰とお尻ってつながってて一個の筋肉みたいなイメージで僕はいるので、腰痛の方ね、すごいこのお尻のストレッチおすすめです。OK。 そしたらこんな感じで体育座りをしたら、右足を左足にこんな感じで乗せます。で、なるべくピンと胸を張ると右のお尻伸びてくると思います。伸びますか？で、この体勢できない方はこうやってね、左足伸ばした状態で右足乗せて、こうすると
この体勢取れるんじゃないかなと思います。きつい人はこうやってちょっと緩めてもいいです。頑張れる人はなるべく足をお腹に近づけてピンと胸を張ると右のお尻伸びてきます。ふー、肩腰痛い人は無理しないでくださいね。呼吸止めないようにして右のお尻伸びてればそれで OK です。 OK、 逆足いきましょう。体育座りの状態から左足を右足に乗せます。でこのまま、なるべくねピンと姿勢を正しましょう。左のお尻伸びてくると思います。伸びますか。きつい人はこうやって緩めていいですからね。自分のできる範囲で OK、 人とね同じじゃなくても何の問題もないです。頑張れる人はなるべく足をお腹に近づける。左のお尻伸びますか。呼吸止めないようにしましょう。肩腰痛い人は無理しないで呼吸止めないようにしましょう。 OK、 そしたらですねちょっと今回これ初ストレッチです。体育座りでちょっと肩幅ぐらいに広げた状態で右に膝を倒します。はい。でこの状態から体を右に倒すと右のお尻が伸びてくるはずです。どうですか、伸びますか。これいまいち伸びない方はちょっと左足を後ろに引いたり右足を曲げたりとか右のねお尻が伸びる角度を探してみましょう。ふーん、右のお尻が伸びてれば結論それで OK です。人によってはこうしたら伸びる人もいるしこうしたら伸びる人もいます。どの角度でも伸びてれば正解です。OK、 もう一回体育座りに戻りましょう。肩幅よりちょっと広めに開いたら左に膝を倒します。このまま体真正面に倒していきます。左のお尻伸びる感覚あればそれで OK です。伸びない方ちょっとこの右足を後ろに引いたり左足をねこうやって曲げたりとか手を遠くに伸ばしたりとか、ああこうしたら伸びるなーっていうのそういう位置をね探してみましょう。で基本的に僕がパーソナルでストレッチかけてもうまく伸びお尻伸びない方多いです。それぐらいねお尻伸ばすの難しいのでいろんな角度でいろいろ試してみましょう。できなくてもね心配しなくて大丈夫です。 OK、 そしたらもう一回最初の行った柔軟性チェックやっていきましょう。まず前屈からです。いきますよ、ゆっくり前屈してみましょう。おー触れた。僕は全然触れなかったのが指先がつま先に触れました。ふう、こうやってハンドつけてもいいです。肩腰痛い人は無理しないで、ふう、多少ね膝が曲がってもいいです。最初に比べて行きやすいなってのがあれば変化が出てます。バッチリです。ふう、呼吸止めないようにしましょう。ふう、ハンドつけていいですよ。なるべくね頭下げて目でおへそ覗き込むようにするとより背中側も伸びてきます。ふう、素晴らしい、変化出てますか。ここまでねよく頑張りました。開脚も次やってみましょう。ゆっくり自分のペースでいいですからね。できるとこまで開脚しましょう。お、僕はね90度ぐらいだったのが100度ぐらいまで開くかなと思います。で全然前に倒れられなかったのが手のひらがなんとかつくぐらい硬い。皆さんもね硬い方多いと思うんですがちょっとでも変化が出ればそれで十分です。あのね、まあ、パーソナルでストレッチやっても一回でそんな激変しないのでコツコツねちょっとでも変化感じながら一緒にね頑張っていきましょう。でこの動画じゃ物足りないよって方は股関節ストレッチ追加で概要欄貼っておきますのでぜひこのままね続けてやってみてください。最近ね LINE アットも始めました。それでね皆さんの悩み解決できるようになってますのでぜひ概要欄から登録してみてください。 OK、 お疲れ様でした。ここまでよく頑張りました。自分自身に拍手しましょう。もしこの動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。僕と一緒に頑張りましょう。